はい、それではお願いいたします。エリートジャズオーケストラの皆さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。Thank you.
備しました。ソリスト、テナーサックス、浅野沙織と、まゆかちゃん。トロンボーン、川上聡。パーカッション、ジョニー上田。ドラム、横山拓。熱帯ジャズ楽団の曲ということで、先ほど松島さんも演奏してらっしゃったんで、ちょっとドキドキでしたけど、あのプロの方々から素敵なエネルギーをもらってあの楽しく演奏しましょうではあの早速ですが、もう次の曲に行きたいと思います。テナーサックス、サギサカ・アキヒロをフィーチャーしまして、ラシアンソンのナンバーでマリオネット。
テナーサックス、サギサカアキヒロ。オペアの松永智之。ラシアンソンのナンバーよりマリオネットを送りいたしました。次も、ちょっとしっとりした曲を今度はアルトサックスをフィーチャーしてお送りしたいと思います。アルトサックス、三輪弘武。曲はフィル・コリンズの Against All Odds という曲で、またのタイトルを Take a Look at Me Now、 見つめてほしいという曲を、愛する人に行かないでほしいと、自分を見つめてほしいという切ない名曲でございます。皆様お楽しみください。
イクは前でしょうか。いいのかな、ボーカルマイクはこれでいいんですか、これでいいですか、あ、これじゃない、今日は爽やかに全員白で揃えてきたんですけど、ちょっと、ね、白が分かんない人がちょっと2人ぐらいいたんです。エリートジャズオーケストラ、エリー糸は糸エリをこうくるっとしたのがバンド名で、その糸エリが、一応リーダーをやっています私なんですけれども、去年はちょっと、妊娠中のトラブルでちょっと私出れなくなってしまって、マダロージャズの毎年一生懸命スタッフ頑張ってくれている深澤直子ちゃんが、あ、いた、直子ちゃんに歌ってもらったんですけど、ちょっと今年リベンジさせていただきたいと思います。椎名林檎のナンバーで、女の子は誰でもという曲を歌いたいと思います。ただで感じてるから、
しい時間は過ぎて次の曲で最後になってしまいました。また来年、マダラオでお会いしたいと思います。エリートジャズオーケストラでした。ありがとうございます。最後の曲なので先にソリストを紹介したいと思います。バリトンサックス加藤孝弘、ピアノ松永智之。最後の曲はスタンダードのナンバーです。ボリビア。
様の中にもご家族連れでちっちゃいお子様と一緒にいらしている方も多いと思います、ね、なんとちっちゃいお客様というかちっちゃいお子ちゃまがずっとステージの上にいた、ね、初めて私も見てて感動しました、ね、もしよかったらばちょっとお越しいただけますか。ママサックスと里江里さん、あ、里江里、伊藤江里さんだ、伊藤江里さんいらっしゃってください。伊藤さんのお子ちゃまですか。あ、さっきからね、裏で何回もね、お会いしてて可愛いお子ちゃまだなと思ったんですけど、ね、お名前教えてくれる。待って、先生、歌聞いたね。ちょっと待って待って、歌歌うからね。あなたのお名前は小坂千春。千春ちゃんです。何歳ですか。何歳。ね、じゃあもう一人ね、ずっといてくれた。あなたのお名前は2歳。2歳だね、すごいね。まゆかちゃんです。まゆかちゃんずっと偉かったね、ステージの上でね、ママの隣でね、いい子にできたね。どうですか、独身の時からずっと音楽をやっていて、途中で女性になる、女性の場合はね、結婚、出産ってあって、そのたんびにこう人生がこうカクカクカクっと変わってって、自分の行きたかったところになかなか行けない女性っていうのが多いかと思いますが、音楽を続けるってどんな感じですかね、お子さんを育てながら。まず私の両親が練習中とか子供見てくれるので、もうそこが一番大感謝なんですけど、やっぱり自分が好きな音楽を続け、自分も好きなことやってないと、なんだろう、子供に楽しく見えないかなと思うので、楽しいままでいたいなと思います。じゃあ今話題 の保育園問題とかそういうのは、おじいちゃんおばあちゃんのご協力で大丈夫なんですか。そうですね、私は今専業主婦なので幼稚園に行ってます、娘は。はい、そうですね、なんか私ももう子供大きくなっちゃってるんですけど、子供がいて、なんかその時はほとんど何もできなくって、またやってるとちょっと冷たい目で見るような人も中にいたりして、なかなか大変だったりするんですけど、もう今は大きくなったので伸び伸びやってますけどもね。ね、でもきっと音楽、いい音楽をたくさん聴いて育つってことはね、どういうミュージシャンになるんでしょうね。お嬢さんもね、きっとなんか歌好きだったりとか、何か楽器とかやるかもしれないですよね。歌はいつもなんか、なんか歌う？え、うん、はい、大丈夫ですか。子守歌とかどんな曲歌うんですか。子守歌は適当に作詞作曲して歌ってその場で。さすがお母さんですね、作曲できるお母さん、素晴らしい。オリジナルの曲がいっぱい毎晩生まれてるんじゃないかと思いますけども。上がる？いやよ、おいでおいでおいで、ちょっと高いけど、おいでおいで、はい、はいはい、じゃあおいで、じゃあまたね、もう一回ね。あなたのお名前は石井かほです。石井かほちゃん何歳ですか。4歳。幼稚園行ってるの。保育園保育園って言ってんだ。一番好きな歌は何の歌ですか。キラキラ星。キラキラ星、いいですね、王道の基本中の基本。あ、じゃあ好きな曲なんで、好きなお歌ありますか。好きな歌ありますか。キラキラ星。あ、やっぱりキラキラ星なんだ。そうなんだ。じゃあね、歌っていいよ、今まだ時間あるみたいだから。
ありがとうございましたね。本当に、あ、じゃあこれからも頑張ってください、ね、ありがとうね。